ジェフリー・スコット・ケッピンジャーは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手、ウトウミギウ器用な選手で、投手と保守を除くすべてのポジションを守れる、使い勝手の良いユーティリティープレイヤーである、2001年の MLB ドラフトで、ピッツバーグパイレーツから4巡目指名され、8月3日に契約、2002年、A 級、ヒッコリー・クローダッツで、プロデビュー、 126試合に出場し、10本打七73打点6盗塁、打率。276だった。2003年は、A 級リンチバーグヒルキャッツで92試合に出場し、3本打五51打点3盗塁、打率。325だった。2004年は、A 級アルトゥーナカーブで82試合に出場し、1本打三33打点10盗塁、打率。 334だった。2004年7月30日に、タイウィギントン及びホセバティスタ、マット・パターソンとのトレードで、クリス・ベンソンと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍。8月20日にメジャーへ昇格し、同日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で、メジャーデビューを果たす。この年は33試合に出場し、3本塁打9打点に投類、打率。284だった。 2006年3月2日にメッツと1年契約に合意、トリプル A 級のオーフォークタイズで開幕を迎え、87試合に出場し、日本類打26打点、打率、300だった。2006年7月19日に、ルーベンゴタイトのトレードで、カンザスシテロイヤルズへ移籍。移籍後は、トリプル A 級オマハロイアルズでプレーし、8月25日にメジャーへ昇格。 22試合に出場し、2本類打8打点、打率、267だった。2007年1月3日に、ディーフとなった。2007年1月20日に、ラス・ハルツワグナーとのトレードで、新種なキレッツへ移籍。わずか67試合の出場ながら、打率、332.5本類三32打点と、あらゆる点で、自己ベストをマークした。 2008年2月25日に、レッツと1年契約に合意、同年5月13日、フロリダ・マーリンズ戦において、左膝に自打球を当て骨折。しかしながら、最終的には121試合に出場し、自身で初めて規定打席に到達した、アストロズ時代2009年3月31日に、トレードで、ヒューストン・アストロズに移籍。移籍1年目は、 前年よりも少ないながら2年連続でシーズン100試合以上に出場し、前年の倍増以上となる7本類らを記録した。2010年は松井和夫との併用を経て5月半ばから2類種に定着、自己最多の137試合に出場し、出塁率351を残したほか、両リーグで最も低い三振率6.3%を記録した。 2011年7月19日に、ヘンリー・ソーサ、ジェイソン・ストフェルトのトレードで、サンフランシスコ・ジャイアンツに移籍した、56試合に出場し、日本類打15打点、打率、255だった、オフの12月12日にノンテンダー FA となった、2012年1月25日にタンパベレーズと1年契約を結んだ、5月21日に15日間の故障者リスト入りし、 6月22日に復帰した。この年は115試合に出場し、9本類打40打点1盗塁打率。325だった。オフの10月29日に FA となった。2012年12月5日に、シカゴホワイトソックスと総額1200万ドルの3年契約を結んだ。2013年は117試合に出場し、4本類打40打点打率。 253だった2014年3月30日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りし5月14日にディーフとなった後21日に放出されたありがとうございます。